内村公平から羽生譲るまで2022年レジェンドアスリートたちの最後の言葉話題のアスリートの隠された物語を探るスポーツアナザーストーリー今回は2022年に引退もしくは競技生活に一つのピリオドを打ったアスリートたちが語った最後の言葉節目の言葉にまつわるエピソードを紹介する記憶に新しいサッカーワールドカップをはじめ様々なドラマが生まれた2022年のスポーツ界 この一年を振り返ると、世界一、歴代一位といった称号が似合う偉大なアスリートが、何人も競技人生に一区切りをつけ、新たなステージへと歩み始めています。今回は、そんなレジェンドアスリートたちの、最後の言葉を振り返ります。体操、内村光平。2022年1月14日、体操界の、キングが引退会見に臨みました。男子個人総合で、ロンドン五輪、リオデジャネイロ五輪で連覇を達成。 さらに、世界選手権でも6連覇を果たすなど、史上最高の体操選手とも称された内村航平です。引退会見の10日前に、33歳の誕生日を迎えた内村は、3歳で始めた30年間の体操人生を振り返り、こんな言葉を残しました。人生の半分以上、日の丸を背負ってやってこられたのは誇りですし、今後、自分が何をやっていくにしても、自信を持って、いろんなことを発言していけるのではないかなと思っています。時事通信2022年。 1>, 1月14日配信記事より、内村康平の言葉、その長い体操人生で、数々の栄光を残しつつ、リオゴリンゴは、怪我との戦いが続いた内村。ただ、その経験こそが、今後の人生に生きてくるはず、と言います。良いところばかり知りすぎていたので、挫折とか、落ちたところから這い上がる力とかは、今後、人に伝える立場として、知らなければいけなかったと思う。 栄光も挫折も経験できたのは自分だけじゃなくて伝えていく立場からすると本当に貴重な経験をさせていただいた時事通信2022年1月14日配信記事より内村康平の言葉フィギュアスケート羽生譲る皆さんの応援の力の中で羽生譲るとしてフィギュアスケートを全うできるのが本当に幸せです まだまだ未熟な自分ですけれど、プロのアスリートとして、スケートを続けていくことを決意いたしました。朝日新聞グローブプラス2022年、7月19日、配信記事より、羽生譲るの言葉、2014年の措置、そして2018年の閉賞大会で、五輪連覇を果たし、世界のフィギュア界をリードしてきた、羽生譲る。そんな偉大なスケーターが、今後は競技会に出る、選手ではなく、プロフィギュアスケーターとしての道を歩んでいくと宣言したのは、 7月19日のことでした。会見では引退報道と捉えられることを何度も否定した羽生。その目線はもっと上手くなりたい。理想の形のフィギュアスケートをさらに追い求めたいといった未来を強く意識したもの。羽生譲るという生き方に求められること、存在意義を理解しているからこそ挑戦し続ける姿を見せたいというモチベーションが湧き上がると言い,います。その原動力となるのがファンの応援や期待。そのことを何度も言及していたのが印象的でした。 皆さんがたくさん期待してくださって、その期待に応えると、またより多くの人が期待してくださって、そんな循環が僕が本当に大切だったし、そんな循環をこれからもさらに続けていきたいですし、皆さんの期待に応えれるような演技を続けていきたい。朝日新聞グローブプラス2022年7月19日配信記事より、羽生譲るの言葉、テニス、ロジャー・フェデラー。 ツアー通算103勝、世界ランキング1位の連続記録は、歴代最長の237週、四大大会では、史上6人目の、キャリアグランドスラムを達成。と、数々の偉業を残したテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラー、スイス。中でも、ウィンブルドンでは、優勝8回と無類の強さを誇り、芝の帝王の異名で呼ばれてきただけに、膝の故障で、今年、2022年のウィンブルドンを欠場したことで、引退を決意したのです。 この3年間、私は怪我や手術という困難に遭遇してきた。そして、競技者として完全な形で復帰するために、懸命に取り組んできた。しかし、私は自分の体の能力と限界も知っている。テニスは、夢見た以上に、私を寛大で、そして今、競技生活を終えるべき時を、はっきりさせなければいけない。テニスクラシック2022年、9月16日、配信記事より、フェデラーの言葉、 9月15日に引退表明したフェデラーは、その直後に行われた、男子テニス団体戦、レーバーカップを引退試合の舞台に選択。長年のライバルであり名優、ラファエル・ナダル、スペインとダブルスを結成し、世界のテニスファンに、その勇姿を届けました。ナダルだけでなく、ノバク・ジョコビッチ、アンディ・マリーとのライバル関係は、BIG4 と呼ばれ、この15年近く、世界のテニス界を牽引。まさに、一時代が終わることを告げる引退表明となったのです。 そんなライバルたちに向けてこんなメッセージを残しています。コート上のライバルたちにも感謝したいと思う。幸運にも一生忘れられないような壮絶な試合をたくさんすることができた。我々は正々堂々と情熱と激しさを持って戦い、私は常にテニスの歴史に敬意を表し最善を尽くした。非常にありがたいことだと感じている。互いに切磋琢磨し、共にテニスを新たなレベルへと押し上げたんだ。テニスクラシック2022年。 9月16日、配信記事より、フェデラーの言葉、そして、テニスという競技に向けても、最後に、テニスという競技へ。私はあなたを愛していますし、決してあなたから離れることはありません。テニスクラシック2022年、9月16日、配信記事より、フェデラーの言葉、スピードスケート、小平直10月22日、現役ラストレースと公言して、全日本距離別選手権、女子500メートルに出場した、小平直 半年以上かけて準備してきたこの引退レースで、小平は北京五輪銀メダルの高木美帆を破って堂々の優勝。これ以上ない優秀の美を飾ります。だからこそ、引退レースから5日の記者会見では満足した様子で、こんな言葉を残しています。山あり谷ありのジェットコースターのような日々だったなと思っています。ただその度に多くの人に支えていただいて、一度も後ろを振り向くことなく、常に前を向いて歩いてこられた。 スポーツ放置2022年10月27日配信記事より小平奈緒の言葉2018年平昌五輪500メートルの金メダルを筆頭にワールドカップ女子500メートルと1000メートルで日本歴代最多タイの通算34勝と日本女子短距離のエースとしてスケート界を牽引その偉大すぎる経験をもとに今後はどんな生き様を目指すのか私がスケートというスポーツで磨いてきた人間性は一緒に競い合う仲間をリスペクトすること 外国の方と接したり、違う文化や言語、思考の持ち方、いろんな人と接する中で違いを分かろうとすること。あとは数字や順位で自分や人の価値を決めつけないでほしいという思いは、たくさんの子供たちに伝えていけたらいいなと思います。スポーツ放置2022年。 10月27日、配信記事より、小平奈緒の言葉、いずれのアスリートも自分自身が大きな影響力を持っていると自覚しているからこそ、その力を今後どう活用していくかに思いを馳せているのが印象的でした。2023年、現役アスリートたちの活躍も楽しみですが、レジェンドたちが第一戦を退いた後も、どんな存在感を示してくれるのか、非常に楽しみです。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。